はい、それでは、先ほどの担々麺2種類ですね、こんにゃく麺とあと普通の麺ですね、はいはい、こちらの方を今ね、うちら主任がこうね密かに作ってくれました。こんな感じです。見えますかね、こうやりすぎると汁がねジャーってなるよね。ジャーってなっちゃう、はい。で私の方の麺ですね、こんにゃく麺なんですけども、先ほど見た時ね、見た目こう小麦粉と混ざってるかなと思ったらば、もう完全なこんにゃく麺ですね、はい。なのでね、非常にヘルシーにいただけるかなと思います。なのでね、2人でこれね、あとナシゴレンをこれね2人で分けて、あとはこういったものをねこう実食しながら、はい、食べきれるかどうか分かりませんけども、やってみたいと思います。ではでは、いただきます。はい、ではマスク取りますね。はい、失礼いたします。はい、ちなみに換気しっかりね、しておりますんでね。はい。では実食で、はい、麺伸びちゃうんで麺いきましょうか。はい。はい、いただきます。よいしょ。お汁から来ましたね。私の汁から。おお。ラー油はお好みでって説明書きに書いてあったんですけど、結構な量ですね、はい、結構ガツンと辛さになりますね。多いところを知っちゃったまあ、ありがちやでも美味しいです。美味しいです。ではエズは食べます。こんにゃく麺です。100% こんにゃくじゃないかもしれない。小麦粉と混ざってるのかな、ちょっと驚きな食感ですね。もうこれ私大好きですね、はい、なんで非常に嬉しいんで、しかも美味しい結構辛い。なんて言ったってこのこんにゃく麺はコシがあります。そちらの麺どうですか。そうですね、麺もしっかりスープ吸収してて、味がしっかり伝わってきますね。本当に美味しいです。麺とスープが合ってるような感じですかね。あ、なるほど。早くないですか？はい。僕は僕の中ではラーメンは飲み物だと思った。どっかで聞いたことのあるようなフレーズですね。あと私の方は、まあ、こんにゃく麺なんでそこまで伸びないと思うので、ちょっとナシゴレンも食べてみようかなと思います。ナシゴレンって何なんですか。ナシゴレンってどこで、マレーシア。あ、マレーシアなの。マレーシアあたりのあれですかね、チャーハンになるんですかね。マレーシアじゃなかったらごめんなさい、確かマレーシアだったように思います。美味しいですね。なんかエストニックな感じですね。それを言うならエスニック。エスニックかそうです。とかついちゃった、なんだろう、なんか奥の方にカニやエビの風味がちょっと見え隠れしてるような、これ間違ってたらごめんなさい。美味しいですね。これでもどうぞ。あ、食べてください。先行して、じゃあ先行して、はい、この光り輝いてる卵サンドをいただきます。うまくない。じゃあ解説しますね。すごいボリュームだ。もう黄金ですね。黄金の卵サンドですね。もう僕は黄金に輝いてみます、この卵サンド。おお、なるほど。じゃあ次の給料はこれでいいですかね。いや、ちょっと勘弁してください。マジですか冗談のつもりで言ってないんですけどね。労働基準なんですか。労基ですか。労基ですか。労基です。いけませんね。こっち走ってもらってはいけません、はい、私の首が悪くなっちゃう、はい、ね。
結構持つとボリュームっていうか重いですね。なんか結構あれですね、パンチありますね。ありますよね。結構暑いです。暑いです。いただきます。これはボリューミー。おいしい。こうやってね、カットしてあるサンドイッチを食べるときって迷いませんね。どっから食べようかな。思います。なんか僕端っこから食おうと思ったんですけど、はいはい、やっぱどのぐらいボリュームがあるか。食べながら結構なボリュームです。これ厚みありますね。これね、私最近知ったんですよ。こうやって食べるといけないらしいのね。縦に食べるってね。縦ですか。うん、何ですか。あんまりビシャーってダメだはい、失敗です。卵サンドね、ちょうどいい塩味がね、塩分、濃度入ってますね。しつこすぎないですね。ですね、なんで卵の甘みをうまく引き出していらっしゃる。早いですね。もう終わったんですか。はい、これも言ってください。マジですか。ぜひ。食べれない。はい。食べてください。こんなに食べれないですか。そしたらですね、ぜひ実食をこちらデザートに。あ、こっちですか。はい。スイーツは別腹なんで全然入ります。お、素晴らしい。これなんですか。シャインマスカット、ブドウですか。ブドウの、あ、どっちでもいいですよ、これ、ね、ちなみにこっちが、おもちゃですね。おもちゃで、これレーズンパンかなんかですかね。はい、おもちゃで、あとマスカットのフルーツさんですね。はい、はい、どっちがいいですか。はい、やられてください。僕こっちがいい。そっちがいいですね。はい、わかりました。いただきます。実食をしていただきましょう。結構ボリューミーですね。今時のスイーツはすごいですね。すごいですね。今時のスイーツもやっぱりなんかフルーツサンド最近流行りなんですね。あれ流行りですね。完璧流行りですね。うん、はい、では、いただきます。お願いします。フルーツサンド。これ縦からでしたっけ？さっき私失敗したんで、はい、なかったことにしてください。あ、本当ですか？はい。うまかったで。縦からいる行くんかい。うん、うん、どうですか甘みは。うん、甘み濃厚。甘み濃厚。甘み濃厚でこう手の間で口の中に。うん、何か、なんか見てたら私も食べたくなってきましたね。なんでちょっとね、ちょっと横やりを。甘み濃厚でこのぶどうの酸味かな、酸味があるんですかね。うん、酸味がこううまい具合にこう混ざって、うん、いいフレーバーっていうんですかね、うんうんうん、いい味を醸し出してますね。なるほどな。はい、ちょっとここあるその高さはいけないだろう。確かに。だからある程度食べて角度変えて食べてこう繰り返すんですか。そう、いい感じで鼻の上にクリームつけましたね。これつけます。よいしょ。私の方はももちゃんですね。ももちゃん開封のぎ。よいしょ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 。これね、ブキッチョさんで、ね、出ますね。よいしょ。よいしょ。登場。よいしょ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 。はい、でででででで。どうですか。クリームの甘さがフルーツの甘さをちょっと邪魔しないですね。あ、なんか大人な感じになってます。でも私生クリームフェチなんですけども、
あ、フェチなんだ。はい、もう生クリームがかかってるものは全て美味しい。あ、本当ですか。はい、はい、とにかくね、この、クリームのね、コクが本当に、なんていうの、しつこさがない。さっきもね、内田先生言ってましたけどもね、甘み、癖がないので、ね、非常に食べやすい。はい、それでは、今アイリスラーメンさんの各種テイクアウト商品ですね、担々麺と、あとは担々麺こんにゃくバージョンと、あとは、フルーツサンド、卵サンド、ナシゴレンと各種ね、実食させていただきました。はい、お腹がね、ちょっと苦しいんですけども、どうですか。いや、美味しかったです。はい、すごいコスパ良くて、僕もお腹いっぱいになりました。なので午後の診療もね、これで頑張れると思います。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、そうですね、アイリスラーメンさんに撮影の協力をいただいて、まあ、コラボということで、この動画撮らせてもらって、本当にアイリスラーメンさんありがとうございました。ありがとうございます。はい、今後もなんですかね、コラボもそうですし、コロナが落ち着いたらね、アイリスラーメンさんにいて担々麺、この店員さんが作るアイリスラーメンの担々麺を食べてみたいので、ね、はい、落ち着いて早くね収束することを願ってね、はい、またコラボがしたいなと思いますので、その時はまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日の動画、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。はい、チャンネル登録と、高評価、もしよろしければお願いします。では、失礼いたします。失礼します。